分科会を再開いたします。休憩前に引き続き質疑を行います。森田委員。私も人間らしいこの生き方の実現のためにですね、この働き方改革を進めて、真のワークライフバランスを実現していくと、もうこの取り組みについてはもちろん賛同しているわけですけれども、午前中は人事委員会、そして昨日も行財政に対しても、関連して質問ございましたが、私もこれについて何点かお聞きしたいと思っております。平成25年度に職員力組織力向上プラン、これが策定されまして、少しこれについて先ほどご議論ございましたけれども、昨年度まで4年間かけて、取り組みを進められてこられました。でその成果についてはですね、先ほどご質疑ございましたので、飛ばしまして、その昨年度、今年度からのそのセカンドステージ策定に向けて職員さんに、アンケートを、取られていると。そしてその抜粋したものについては、この私も資料としていただきましたけれども、職員力組織力向上プラン次期実施計画策定にかかる職員アンケート、その抜粋のまず、一つ目の項目ですけれども、ここに私も大変心配というかしておりまして、職員さんが将来に対して、承認したくないと、そういう認識をお持ちの方が男性でも3割を超えていると。そして女性に至っては半数を超えて、55% 近い方が承認したくないと、そのようにアンケートでお答えしておられるわけですけれども、まずこの点についてご見解教えていただきたいと思います。浪川人事部長。先生ご紹介いただきましたように、この3月に策定いたしました京都市職員力組織力向上プランのセカンドステージを策定するにあたりまして、職員1000人に対してアンケートを取りました。その時にご自身の将来ですね、承認についてどう考えていますかという問いを作ってアンケートを取っています。先生ご紹介いただきましたように、男性の職員で、承認したくないとか、どちらかといえば承認したくないという職員の割合が 34% 程度、女性の場合で 55% 程度いるというのが実態でございました。理由はいろいろまだその後にあるわけですけれども、かなりの割合で承認を希望されていないという職員がいるというこの実態というのは、ちょっと我々にしてみたらなかなか厳しい状況だなというふうには思っておるところでございます。森田委員。今少し触れられかけましたけど、その理由ですね、皆さんがなぜこの承認したくないのか、この辺について教えていただけますか。浪川部長。はい、そのアンケートの続きでですね、なぜそういうふうに考えているのかということも問いをしています。その中では、いわゆる職制の仕事、上位職の職務ですとか働き方に魅力を感じていないとか、そういうポストに就くと業務量が多い、また、自分にはそれが務まるかどうかというその自信がないというようなことが多くを占めているというふうには認識をしてございます。森田委員。そうですね。で、特に男性もそうですけど、女性ではこれ半分近くの方が、仕事と生活の両立、これに不安をお持ちになられているということでございます。で、今年度から始まりましたこのセカンドステージにおきましても、この、働き方改革でさまざま施策を打ち出しておられると思っておりますけれども、これらの施策についてはもちろんしっかりとご実行していっていただきたいと思っているわけですけれども、そのそれぞれの職場の特に管理職、上司と言われる方だと思いますけれども、それらの方のね、意識というのが大変重要になってくるんじゃないかなと思ってます。で、このアンケートの中でもですね、未だにこの時間外勤務が多い部下を
評価すると、またその年休取得日数が多い部下をマイナス評価する、まあそういうこの方が残っておられるということもアンケートの結果で出ておりますし、時間外勤務をまあ肯定するような意見もですね、まあまだ見られているという状況がございます。でまあこれらのその意識改革をしっかりしていかないことには、まあいろんな施策をですね、まあ打って出てもなかなかこのそれぞれの職場で浸透していかないんじゃないかな。特にその今管理職に就かれている方、というのは、どうなんでしょう、若い時には、まあ、がむしゃらに働くような時代も経験をされた方だと思いますので、まあ、この時代の流れにですね、まあ、なかなかこう意識の改革がついていかないという方もいらっしゃると思うんですけれども、この辺の意識の改革についてどのようにこれからしていかれようとしているか教えていただけますか。浪川部長。はい、先生ご指摘いただいたまさしくその通りだと思ってございます。今アンケートの結果ご紹介いただきましたけれども、人事委員会が昨年実施いたしましたアンケートの中で、まあ、管理職を中心の回答の要素なんですけれども、時間外勤務を、まあ、多くする部下を評価している管理職がわずかなんですけれどもやっぱり残っています。同じく年休職を、まあ、あまりしない、まあ、休まない職員ということですかねを評価する管理職がいると、これもわずかですがやはりいます。で、まあ、働き方の改革を進めていくという上では従前のようにその、無制限に時間を、提供できるような職員ばかりではないと、どちらかというともう様々な制約がある職員をそういった方々の力を最大限に発揮できるような組織の体制に改めていくということでなければ京都市役所の仕事というそのものが回っていかないというような状況になりつつあるんだというふうに認識をしています。そういうことありまして、私どもの方ではまず管理職になった時の、まあ、新任課長級研修とかで、まあ、真のワークライフバランスの実現に向けた、まあ、研修、あと、まあ、イクボス研修といった、まあ、そういう研修をやったりですとか、あとは、まあ、人事評価の、中でもですね、いかに仕事を効率的にやっていくかと、そういうことを、業績目標の中に、掲げるような、取り組みというのを現在、進めているところでございます。森田委員。私は民間企業で働いているときは100時間ぐらいのですね、残業することもありました。まあそういう時代ということもありましたし、まあその頃は、まあ何のために仕事してるのかなと。仕事のために仕事してるのか、まあそういうわからないようなね、ことになるんですけれども、やっぱりこの今の時代は、仕事ももちろん大切だけど、家庭も生活も大切だと。どちらか一方を取るっていうのはやっぱりできないし、生活家庭が充実したらそれはやっぱりこの仕事に対するやる気にもつながるし、仕事で成果を上げると、それがまたこの家庭と生活の充実につながっていく、まあ、まさにおっしゃる通りですね、これからもしっかり進めていっていただきたいと思っているんですけれども、その中で今お話ちょっと出ましたけれども、イクボス研修、それから、これ仕事と子育て両立支援事業になるかもしれませんけれども、仕事と子育てパートナーシップ研修、また働き方見直しコンサルティング業務、こういった事業にも昨年度は取り組まれているということですけれども、ちょっと名前から具体的な内容がね見えてこないので、それぞれの業務の内容、事業の内容と、まあ、今皆さんが実感として思われている成果、このあたり教えていただけますか。浪川部長。はい、イクボス研修等々の、ご質問いただきました。イクボス研修というのは、まあ、男女が共に仕事でも家庭でも、まあ、活躍できる職場づくりというのを、まあ、進めていく、そのために、産休取得予定の、女性職員ですとか、その配偶者、そして、それぞれの所属長を対象といたしまして、研修の方を実施してございます。内容といたしましては、その部下職員の育児ですとか、キャリア形成の両立に向けた配慮や支援の在り方、
また両立しやすい職場づくり、どういった場合にそういう職場づくりの適切なアドバイスというかマネジメントの仕方、そういったものを講義をしていただいております。また仕事と子育て生き生き活躍プランの中でパートナーシップ研修というのもやってございます。これにつきましては産休取得予定の女性職員とその配偶者、それと育休中の女性職員とその配偶者と育児休業から復帰された方とその配偶者、それを対象といたしまして、子育て中または出産を予定している女性職員が配偶者と一緒に参加をしていただいて、育児ですとかそのキャリア形成の問題について夫婦で共に考える、育児休業の取得時の心構えとか育児と家事の両立のノウハウ、そういったものを講義を行っていただいているところでございます。と続きまして働き方の見直しの関係で昨年度からコンサルティング業務をやってございます。これは町内の職場で5つほど選びまして民間のコンサルティング会社に入っていただいて、まずはそれぞれその職場で目指すべきようなチームをどういうようなチームにしていこうかというようなところを所属で話し合っていただく、そしてその課題を洗い出す、実際どういうような対策を取っていくのかというような形で、数回にわたってコンサルティング業務をやっていただく、でその結果、どういう取り組みをしたかということをまた、チームで発表するというようなことをやっております。またそれ以外に、直接コンサルティングの会社は入らないんですけれども、準モデル職場というような形で25職場を選びまして、そのコンサルティングが入った職場のノウハウやり方等が横展開できるような仕組みというのを作っているところでございます。森田委員、内容はよく分かりましたけど、それに伴うこの成果とかね、今後に向けた課題とか今分かる範囲で教えていただけますか。並川部長。はい、イクボス研修等の成果といいますか、基本的にはイクボス宣言というのを昨年度は約 60% 強ぐらいだったのが、まだちょっと少ないんですけれども 70% を超えるような形で、管理職には若干ですけれどもそういう意識の醸成が図られてきているというようなものであるというふうに思ってございます。あとそのコンサルティングの関係でございますけれども、これについては課題という方がやはり大きいかなというふうに思ってまして、個々の職場の問題点、改善することっていうのはいくつかもちろんあるんですけれども、それを実行するためにはかなりこう、初期投資といいますか、これ別にお金というわけではないんですけれども、かなりの労力をかけて、事務を効率化していくということが必要になってきますので、そこにかける手間というのを、いかに、所属長のリーダーシップで事務を効率化するための手間というのを必要な投資だと思って実行するのかということが大きな問題かなというふうには思っています。森田委員。はい、分かりました。あとこの、子育て生き生き活躍プランですね、今市教都市でこれ進められてますけど、これ内容を拝見しましても、やはりこの職員力組織力向上プラン同様に、長時間労働、それから時間外勤務、これらをも解消しないといけない。でまたワークライフバランスの実現やその働き方改革という、似通った部分がね、出てくるわけですけれども、その職員力向上プランとこの生き生き活躍プラン、この辺どのようにリンクさせていって、さらにこう相乗効果を生んでいくのか、この辺とかはお考えになられてますか。並川部長。はい、2つのプランというのはご指摘の通りかなり重複をしております。もう今回の目玉といいますか、もう大きな視点というのはやはり働き方改革になってくるというふうに思っています。その中で言いましたら先ほど来特に女性の承認の話というのがございましたけれども、今特に、生き生きプランの中では女性の管理職員を
平成32年4月に 20% にしようというような目標値を持って取り組みを進めているところであります。現在事務職員で採用試験で合格してくるもの、採用してくるものというのはほぼ男性女性の割合というのは半々になっています。今はもうそういう時代になっておりますので、これからはどんどんやはり女性の役付け職員というのも育っていく、いかなければならない。そのためにはやはり働き方改革というのを進めていかないと、とてもではないですけれども組織としてはやはり成り立たないというふうに思っていますので、両方、しっかり取り組みを進めていくという必要があるんだというふうに考えております。森田委員。この2つしっかり進めていただきたいと思ってます。でプランの中でこれ市長ですね、面白いことをおっしゃってて、脳が汗をかくほど集中して働き、成果が出たらさっさと家に帰って家庭を大切にすると、そして地域に参画もしていただく。昔であれば、知恵を出せと、知恵のないものは汗を出す、汗も出なけりゃ去ると、またその一方で汗を出してその中から知恵を出すと、そして知恵が出ないんだったら去れと、そういう言葉もありましたけども、やっぱりそういったものは朝令暮改、時代とともにやっぱりこう変わってくるものだと思っておりますので、それしっかりですね、この幹部職員の皆さん、特に先ほども申し上げましたけれども、この時代の流れにですね、しっかりこう意識改革ついていって、部下の皆さんとともにこの組織力を向上していっていただきたいと思っております。そしてですね、先日は代表質問で森カレン議員がご出産されたということでございました。私まで聞きながら、実は私も8月に5人目生まれまして、俺も生まれてるよと、ありがとうございます、思っていたんですけれども、あ、そうですね、はい、私もね、仕事と、家庭と、もうこの時代ですから、今日ももちろん幼稚園に送ってから市役所来ました。 できることは家庭ではしっかりやってます。それがまたこの仕事の活力になっていくということを思っておりますし、一方でね、やっぱりこの戦前から戦後、高齢者の方とかにも話をお伺いすることもあります。やっぱり昔はね、命を削ってそんな時間も関係なく働いたと、高度成長期もそうだったと思いますけれども、そしてその皆さんのご努力の上にこの今の日本の繁栄があると、これはやっぱり忘れちゃいけないと思っておりまして、こういったその先人の努力を忘れずに、それでもなおこの働き方改革、ワークライフバランスの実現、しっかりと進めていっていただきたいと思っておりますので、最後にご決意お聞きして終わりたいと思います。お願いします。浪川部長。はい、先生ご指摘の通り、戦後日本の経済成長を支えてきた、働き方というのはやはりそういった面だったんだろうというふうに思っております。ただご指摘の通り、もう今やそういう時代でもなく、少子高齢化が進む中では本当に京都市役所も成り立たないというような中身になってまいりますので、それは我々、2つのプラン、きちんと、前に進めていけるように頑張ってまいりたいというふうに思ってございます。はい、進行いたします。河合委員。市立芸術大学について質問します。2014年の1月に市長が記者会見で移転を発表されまして、3年半が経過をしております。その中で私も代表質問等で、現在地に移転する際ご協力いただいた西京区の大江学区はじめとする地元の声をつぶさに聞いてほしいということを求めてきましたが、実際この間の中でそういった方たちの声を丁寧に聞き取ってこられたか、また地元の地権者や住民への納得のいくような説明はどのようにされてきたのか、その声は実際にどういうふうに反映をされているのかについて伺いたいと思います。西村総務部長。はい、例えばこの芸大の移転に関する地元のご意見の関係でございます。
まあ、京都市としてこの芸大を移転すると表明いたしましたのは平成26年の1月でございます。でその以前、それよりも前の、まあ、平成25年頃から例えばその平成25年3月にはその芸大が自身として、まあ、移転整備の要望を提出したり、まあ、その間いろいろな下京区からの要望とかいろんな動きがございまして、まあ、そういったことも踏まえて、この25年の4月に、洛西7学区の、自治連合会の、まあ、説明あるいは意見交換というのを行いました。で、まあ、その後ですけども、まあ、昨日今日 の、 質疑の中でも出ておりますように、このいわゆる西京区洛西地区の新たな活性化ビジョン、まあ、これ の、 検討委員会がまあ立ち上がったと。この検討委員会につきましては、まさに、この地域の思いというものを、まあ、いろいろな形でこう、まあ、我々としてもお聞きする、あるいはまあ議論するという場でございまして、まあ、これはこの約まあ3年間議論をして、この平成28年度に、まあ、一つ の、 まあこのビジョンとしてまとまったと、まあ、こういう経過でございます。それこういったまあ、フォーマルな場以外でも、私どもいろいろな形で、まあ、洛西支所ですとか、まあ、西京区役所を通じていろいろなこの地域の方の声ということは声としてはお聞きしていると、まあ、こういう状況でございます。河合委員。今おっしゃった、西京の自治連合会との説明会だとかいうのは、すでにこの、平成26年1月の記者会見以前に大学側からの計画も出されたということなんですが、地元の方たちはもうこれ決まったことで、自分たちが何を言っても仕方がないという諦めの声が今実際あるという声を聞きました。で納得されてるとかいうことではなくて、諦めておられるような言葉をこう市民の方がおっしゃるということは、京都市のやり方の問題だというふうに思うんです。でそもそもこの芸大の移転計画について、芸大整備改革基本計画については、京都市から地元住民には何ら情報提供がなかったというふうに言われて、大江学区からはその憤り、芸大への地元の思いなんか込められた要望書が2012年の10月には出されています。で、先ほどおっしゃった意見交換会の後、西京の全学区の自治連合会長の連名の芸大移転は大変遺憾だということが中心となった要望書が、翌2013年8月に出されておるんですね。にもかかわらず、京都市側の対応としましては、大学側からの要望、下京区また数人からの要望書が出ておりますということについては、広報のところにも掲載をされながら、西京区から要望があったその要望書などについては、公のところには全く公表されてないような中で、もう移転を視野に西京区の方たちは残念だという思いはありながら、まちづくりについて協議していこうという対応なんだということを表現されていると。だから西京の地元の方たちにすれば、もう移転がありきでのことだというような思いがあるわけなんですね。その点を受け止めていただきたいという思いなんです。私、この芸大に関しての質疑というのは第一分科会に長いこと来たことがないので、この議論になってから代表質問で2014年に取り上げさせていただいてから初めてということで、その思いを今語らせてもらっているというような状況なんですが、こういったありきのことについての納得は得られてないということを指摘しておきたいというふうに思います。でそれと今の流れで言いますと、全部移転というような流れになっているんですが、実際活性化懇談会の中でも、全部移転せずに大学の一部を残せないかというような意見もあったというふうに思うんですが、この点についてはどのように受け止められて、どうお考えでしょうか。西村部長。はい、まずその前段でいろいろ指摘いただいた点、もちろん今
昨日本日西教区先生の各先生の方からもご指摘いただいてますように今、納得いただいていると納得していらっしゃらない方もいるということは重々まず認識はしております。でその上で、ご質問の、この移転に際して全部移転か、一部機能を残すかという点についてでございます。私ども今基本的にはもともとこの芸大の成り立ちも音楽と美術が別々に、成り立って、この西教区で初めて同じ校舎同じキャンパスになったという経過もございます。でこのやはりこう美術と音楽というものがいろいろこういろんな形で融合していく、そういった期間もこの間西教区のキャンパスの中にも作ってきたという経過もございます。でそういう意味も含めましてやはり今回のこの移転に際しましては、さらに融合を進めていくという観点でむしろその西教区とこの数人で分かれるというよりもやはりこの数人で一体的にという今現在考えているところでございます。河合委員。この点についてもね、まだ様々な意見が渦巻いています。でその点についても全面移転がだということが活性化懇談会の議事録見てましてもそういうような答弁をね当局がされているところもあるんですけれども、そういったところについてはまだまだ検討をしていただきたいというふうに思います。それと、次ですが現在の、芸大の課題でもありますし移転される際の一つの要因ともされていた交通の便が悪いという点について質問したいと思うんですが交通のアクセスの改善が西京の活性化について欠かせないことは他の議員からもありましたし西京区の、洛西地域の新たな活性化懇談会の中でも議論がありましてそこが取り組まれたアンケートや団体等との懇談の中でも出されておりまして最終のビジョンのところにもそれが修正をされて加えられるというような状況にもありました。で2014年の、移転の記者会見の資料を再度見ましても交通のアクセス向上は検討の事項に上がっております。でまた芸大移転までの間においてすぐに取り組める活性化策については逐次実行に移しというふうなことも書かれているわけです。現在もこれ課題を抱えている問題だと思いますが、この間、この計画が出てから、また懇談会もされた中で、具体的に改善をされたというようなことがありますでしょうか。西村部長。はい、すみません。今、具体的に逐次改善された部分がどこかというご指摘につきまして、今ちょっと私の方で今、その具体的なものを今、ちょっと資料で持ち合わせておりませんけれども、ただ、この間、先生もご紹介いただきましたように、この交通の問題というものが、以前からこれは西京区の一つの大きな課題であるということは十分認識しております。もちろんここ、平成20年以降でいうと、いろんな鉄道駅の洛西口、桂川、自動車交通の面で言えば第二外環とか、そういった、部分もかなり大きな動きがあるということも認識しております。今お尋ねの趣旨が例えばその公共交通のバス等の関係ということで言いますとすいません今ちょっと ちょっと手元にその具体的な資料をちょっと持ち合わせておりません。河合委員。確かに新たな駅ができたりという点では環境も変わってきてるんですけれども、地元の大江で言いましたら市バスも通ってなくて、京阪京都交通だけで不便だということはいろんなところから挙げられているというふうに思うんです。これ芸大があるか移転するかと関係なく実際に抱えている問題があるということなんですけどこの点はやっぱり活性化ということを取り上げられた中でもすぐにでもね
対応していただかなければならないことだというふうに思いますし、実際に解決をされるのは行財政局ではないかもしれませんが、ここで上がっている声なんかは他局に伝えているという話が先ほどの答弁でもありましたので、その中でぜひ前に進めていただきたいというふうに思います。で、交通の問題で以前私質疑したことがあるんですけれども、ここで学んでおられる学生さんの問題にとっても交通の問題というのは課題であるというふうに思っています。で、学ぶ環境整備という点からも改善が求められているなと考えています。その芸大までは公共交通といえば京阪京都交通のバスのみです。市バスは取っておりません。で、運賃が高いという課題があります。具体的に言いますと、阪急桂駅、洛西口駅、 JR 桂川駅からは240円の運賃がかかります。京都駅からは380円で、芸大前というバス停留所にでおりますと、その手前で降りるよりか運賃が上がるという状況があります。例えば一つ手前で降りたら240円のところが芸大前で降りると300円に上がる、300円で前の停留所で300円のところは380円になるというようなところが何箇所かあるんですね。で、市バスにある大学定期券だとか京阪京都交通さんもエリア定期などもされているんですが、そこは芸大前は対象になっておりません。そういった環境の中で、学生学んでおりまして、学生の暮らしの大変さというのは全国的な問題から言いましてもご存知の通りだというふうに思いますし、バス代だけでも負担が大きいという点と、例えば芸術を学ぶ人たちですから、美術館だとかコンサートホール、博物館、そういったところに足を運ぶ機会が必要だと思うんですが、そういった点で言うと、そういう機会保障するという点と学生の負担軽減というのは考えていただかなければならない。先ほど申しました2014年の代表質問の時には、民間バス会社での検討難しいという副市長の答弁があったんですけれども、それは交通の問題というよりか、私立の芸大を所管する当局の中で学生の視点から見たらどうかという点での検討ができるのではないかというふうに思います。検討されたことはあるのかないのか、検討すべきと思いますが、いかがでしょうか。西村部長。はい、まず今の芸大前 のバス停、京阪京都交通そので今市バスが通っていないということも承知はしております。ただこのバスの、いろんなこの交通体験につきましては、やはりさまざまな観点があろうかと思います。市バスの経営、あるいはそれぞれ民間 のバスの経営の考え方もあろうかと思います。で、またこの学生 の状況につきましても、少し前 のデータではありますけれども、洛西市所管内で、下宿しておられる学生というのが約3割程度ということもお聞きしております。で、そういう意味ではいろいろなこの交通機関も公共交通機関以外の、バイクとか、そういったものもいろいろ多分利用されているかと思っております。ちょっとこの交通問題について、その芸大の視点からだけでちょっと考えるという性質のものでもないというふうにも考えておりますので、これをどのように仕組むのかということについて、むしろその芸大のみならずですね、もちろん芸大仮に移転したとしても、例えばその芸大よりもさらに奥に青少高校とか、学校もございます。全体でそういうものは考えていくべきものというふうに認識をしております。川委員。交通体系で言いますと大きなところになるんですけれども、一律芸大で学ぶ学生の負担をどう軽くするかという点で言えば、そのバスの、例えば定期ですね、通学定期の割引いろいろある、そういうことの改善は担当のところに求めたいですけれども、それができない場合に所管する学生に関わっておられる当局でぜひ検討していただきたいと。それは京都市の一つで
考え一つでできることではないかというふうに思いますので、検討を求めたいというふうに思います。それから、次ですが、決算年度、市立芸術大学の移転整備基本計画が策定をされました。パブリックコメントなども捉えたわけですけれども、数人への移転整備にあたって、まあ、OB の方とか、西京にはたくさんおられるんですけれども、延べ床面積が広がるけれども、敷地そのものは6万8000平米から3万8000平米に狭くなるということで、空間的な余裕がないということが、創作活動に影響はないのかという心配だとか、道大の高校と大学が一緒になって、そのグラウンドや体育館共用となるということだけれども、体育の高校の授業、まあ、大学の授業、また大学の運動系のサークル、そういったことが、やはり芸術系の大学であっても非常に大事だと、そういう点からどうなのかというご意見だとか、懸念の声を聞いております。で、公立の芸術大学の在り方という点から、どういう大学を作るのが望ましいのか、まあ、コンサルなんかも選ばれてやるわけですけども、やはり在学中の学生さんには意見聞くという話がありましたが、この芸大の OB の方など、広く意見を聞く場を設けていただいて、計画に反映していただきたいと、この点を求めておきたいと思います。よろしいですか、西村部長。はい、まあ、芸大はもちろん、まあ、OB 会という組織もございますし、まあ、一定年に何回かこうそういった接触する大学としていろいろ意見を聞く場もございます。で、これまでからもいろいろご意見をすでにいただいているところもございます。そういった意見を今後も聞くようにしていきたいと思っております。河合、よろしいですか。はい、進行いたします。岩佐委員。はい、それでは私の方からも何点か質問させていただきたいというふうに思います。まあ、今日は行財政局2日目ということで、働き方改革ということでの質疑がたくさん各位の先生方からしていただいたわけでございます。で、私の方もそれに関連した質問もまたさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。まずですね、その前にこの28年度決算参考データ集ということで、この非常にカラー刷りの綺麗なものをいただいております。で、これを以前の決算委員会の時にですね、まあ、できるだけこの市民の皆さんにも分かりやすく、提示をしてほしいということが議会の方からいろいろとありまして、まあ、工夫をしていただいて、こういう形で市民の皆さんが、まあ、パッと見た時にもですね、非常に分かりやすく、歳入歳出から始まって、まあ、京都の特性というものを全国の政令市と見比べながらも見れるようにしていただいているということで、大変私は結構な資料かなというふうに思っています。で、その中でですね、後ろの方になりますが、少し人件費職員数についてまずお尋ねをしたいというふうに思います。このページ数でいきますと15ページになるわけですが、人件費、政令指定都市の市民1人当たりの人件費ですね、こちらが京都ではですね、減少はしていますが、指定都市の中で、まあ、2番目に高くなっていますと、こういうことが、まあ、市民の目にも触れるわけです。で、ざっと見ますと、まあ、旧五大市といわれるような大きなところですね、まあ、横浜は低いんですが、名古屋、大阪、神戸、まあ、この辺りはほぼ似通ったところで、まあ、いるのかなという特徴も見られるのは見られる。で、一方でこの職員数、こちらを見ましたときにもですね、京都はやはり指定都市の中で2番目に多くなっていますということで、これも市民はパッと見たときに他と比べるというよりはもう京都市のこの一行だけに、まあ、目がつくんではなかろうかと思います。で、ここも五大市で見てみますと、大阪、名古屋、神戸、京都、横浜はやっぱりちょっと少ないんですね。まあ、こういったようなものが提示をされているわけですが、まあ、これについて京都市としてはどういう認識をお持ちになっていらっしゃるのか、まずこの点をお聞きしたいと思います。並川人事部長。
はい、今湯浅先生ご指摘の通り、京都市におきましては、指定都市の中でも総人件費が高い、また人口当たりの職員数が多いという認識は当然持ってございます。従いまして、都プランの、第2ステージにおきましても、職員数を800人、削減するというような目標を立てまして、現在着実に、職員数の削減ということに今努めているところでございます。トータルの人件費という面で言いますと、職員の給与の水準という面と、あと、職員数によってかかる人件費と、2つの考え方あると思います。人件費については、給与の水準という意味で言いますと、人事委員会からの勧告報告に基づく形で、市内民間事業者との水準を合わせるというような形で、順前から取り組んできているところでございます。職員数については現在プランに基づいて、進行させているというような状況でございます。岩佐委員。はい、やみくもにですね、私は職員数を削れというような話ではないというふうに思っております。言葉はあんまりよくないですけど、その生首を切るようなそんな話では決してないというふうに思いますし、皆さんしっかりと仕事を、ね、していただいているという前提には立ちたいというふうに思っているわけですが、やはりこの表を見ますとですね、他都市と比べてどこに仕事の内容が違うのかというところも、やっぱり政令市としては同じ事務所管を持っているわけですから、そこに仕事のやり方というものはしっかりと考えていかないといけないんではないかなと。もちろんいろいろなサービスということについては、市独自の京都市独自の取り組みというものを進めていただいているということも重々承知はしているわけですが、やはりそういった点も研究をやっぱりしていかないとダメなんじゃないのかなと。でその上で京都市が独自のものであるがゆえに、ここの業務についてはやっぱり削れないんだということもまた皆さんにもご提示をしていかないといけないだろうというふうには思っているところです。でその中でですね、ただ単に人を減らせばいいということではないと思いますから、やっぱり仕事の仕方やり方、こういったことになってきますと、先ほどから議論が出ておりますが、仕事と子育て生き生き活躍プランの推進ということは大きな柱だと思います。でもう一度先ほども出てたと思うんですが、やはりこの生産性の高い働き方、これはもう京都市に限ったことではありませんが、人手不足も含めてですね、今大きなキーワードであることは、ここ 2,3 年のトレンドというと変ですけど、まず上げなきゃも仕方がないということに来ているわけなんですね。で見直しにかかるコンサルティングを実施ということですが、この内容について、もう一度事業内容どうであったかをお示しいただきたいと思います。並川部長。はい、働き方の改革というのは本市にとっても喫緊の課題でございます。そこで私どもの方では昨年度ですね、働き方の見直しのモデル職場というのを、5つほど選びまして、民間の、コンサルティング会社にもご協力をいただきながら、実施をしてまいりました。どういったことをやってきたかということなんですけれども、基本的にはその職場での、目指すべき方向性、そのチームとしてどういうような、職場としていきたいかというようなことをまず、そのチームで話し合う。で、そこで見つけた課題について、その課題をどういうような解決をしていくのかというようなことを、議論をしてもらう。それを年間何度かコンサルの会社に入ってもいただきながら、協議を進めてまいりました。でその結果なんですけれども、極端にっていうか、突飛なアイデアっていうのがもちろん出てくるわけではなくて、一般的に考えられる想像しうる範囲の、取り組みにはなってはくるんですけれども、基本的にはその、職員の、勤務時間のをどその決められた勤務時間をどのように、過ごしていく、仕事をしていくのか、まずそれを分析しようということで、所属長と職員の間で、朝メール夜メールというような言い方はしているんですけれども、ここの職員の、仕事のスケジューリングの関係ですね、それをまず、その日の、仕事の業務の仕方というのをもちろん、
管理する。それを、まあ、短期的なものであったり、まあ、1週間の単位であったり、中長期的なものであったりというような形で、まあ、スケジュールの共有を図っていくというようなことをまず、やっていきます。その他には例えば、まあ、今もパソコンで全て資料を作る時代ですので、その中での資料の整理というのがこれがまた非常に大変な労力がかかります。資料を探したり、過去に作った資料を探し出すというようなことでもかなり労力がかかったりとかするようなこともなりますので、その、まあ、ドックサーブというファイルの中の整理、その仕方、共通のルール、まあ、そういったものを、作るというようなことを、やったり、そういったまあ、突飛なものではないんですけれども、具体例を挙げるとそういうようなことを、やってまいりました。岩佐委員。はい、それは成果として上がってきているということですか、その5つの職場では。それ つまり、時間が短縮されたとかいうことはありますか。並川部長。はい、時間外勤務がダイレクトで減っているかどうかというのはちょっと若干また別の要素があるので分析はしにくいところではあるんですけれども、事務の効率化という面では確実に上がっているものというふうには考えてございます。岩佐委員。もちろんプロのコンサルが入っての話だとは思うんですけどね、まあ、それなりの成果はあるんだろうというふうに思いますが、私の今のお話を伺う限りですが、失礼はいかんのですが、やはりこの時間短縮がきっちりとするためには時間内ではどうするのであるとか、それがやっぱり結果として出るとか、あとは人件職員数も削減していかなくてはならないという課題があるんであれば、もし仮に10人の職場でこれを8人でやらなあかんとなったと考えたときにはどう組み立てていくんだというようなことがきっちりとやっぱり形として出来上がっていかないことには、家持って帰ってやるとかですね、そんなことになってしまわへんかというような懸念も感じるわけです。だから本当に一つのやっぱり時間短縮であるのか、またその職員が仮に減ったとした、また休暇もそうです、休暇を取る人が必ずいるんだという前提でこうやっぱり物事を組み立てていくようなスケジューリングの仕方っていうものもやってくださっていると思いますが、その点もやっぱりしっかりとゴールを見ながらまた組めるものは組んでいっていただきたいというふうに思います。でこのコンサルの業務っていうのは、まあ、モデル事業で28年やったということですが、すみません、これ29年の今も実施されているのかどうか、私の意見と含めてちょっとお願いします。並川部長。はい、先生ご指摘の通りでございまして、スケジューリングの考え方で言いましたら、当然職員の、毎日フルで職員が勤務しているばかりではないというのが前提で、仕事をもちろん回していかなければならない。その中でスケジュールを共有化する、業務のマニュアル化を進める、あとは個々の職員が集中して仕事ができるような時間を設けるとか、ちょっと具体例は一部しか申し上げませんでしたけれども、かなりの要素で成果というのは出てきている、状況でございます。で今年度につきましては、そのモデル職場というのを10人の職場に増やしまして、同じように取り組みを進めております。また今回はちょっと特に管理職にもより視点を当てて、管理職のマネジメントというような面を重視しながらやっていくということも取り組みをやっているところでございます。で、このモデル職場なんですけれども、今年度はそのモデル職場を中心に、パソコンのログを取って勤務時間をしっかり管理するというようなことをちょっと試行的にやってみたりですとか、あとは以前にもちょっとご紹介いたしましたけれども、夏の、早勤務時間縮減運動月間の時に朝方勤務をやる職場として、ここを使ったりとかいうようなことで現在も取り組みを、進めているところでございます。岩佐委員。はい、ガチガチに管理をするとかですね、僕もそういう意味で言ってるわけではないんですが、やっぱり生産性を上げると、で早くお家に帰ってですね休むとか家族サービスというかどうか分かりませんが、私はできてきませんでしたけど、そういったことをですね、望んでいきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。まあ、その中で、ちょっと具体的な事業としてこれが一緒であればいいんですが、行財政管理運営ということで、行財政改革事務管理、総務事務効率化の推進ということがこの実績表の中にも挙げられております。でこれらを合わせた決算額はですね、
で4億600万ということでございます。で先日 の、 書類審査がありましたときにもこの事務効率化の部分を少し抜き出して見せていただいたら、約1億円ほどそういう費目で使われてたと思うんですが、この、ね、先ほどからその事務の効率化ということで、間違ってなければまあ1億円の費用がかかったわけですが、これは どういうことで、どういう成果が出ているのかというところを教えてもらえますか。西村部長。はい、すみません。総務事務の効率化ということでございますけれども、この費用の、主なものにつきましては、今、総務事務センターという組織がございまして、今現在のちょっと外ビルにございます。この総務事務センターというのは、いわゆる経理事務ですとか、あるいはその給与事務ですとか、そういったものを、集中的に行う部署でございまして、主なもので内容で言いますと、外ビルの賃借料とか、あとシステムの、保守管理料とか、そういった内容のもので、ございます。岩佐委員。システムの管理料って全然事務の効率化とは関係がないように思うんですが、ここに書かれているのは総務事務の効率化ということですので、通常の運用管理であればそれは通常の業務であって効率化というふうには受け取れないんですけど、改善をしているということになるんですか。それとも今のだと定型業務ですよね。ということは効率化ではなくて管理業務ということにも受け取れるんですが、そうではないんですか。西村部長。はい、例えば先生のご指摘の通り、経費の性質としましては定型的なものですけども、このもともとこの総務事務センターそのものが、例えば給与事務でしたら以前は給与課で、その職員がやっていたものを今、委託事業者と、それから、嘱託員もいるんですけども、そういったところでこう集中的に、やることで、そのこれまで、従前職員が、いろんなこう手作業でやっていたものを、効率的にやっておるという趣旨のものですので、経費の精査はそうですけども、総務事務センターそのものが集中的に管理することで、事務をこう効率的にやっておると、こういう関係でございます。岩佐委員。ということは、この総務事務の効率化というのは総務事務センターで集中をしてやってますという意味の効率化ですか。じゃあ私としてはやはりその先ほどの並川部長の話ではないですけど、総務事務全体についてのですね効率化という意味では西村部長含めてですね、もっともっと改善の余地もあるんではないかなというふうに思いますので、ぜひともお願いしたいと思います。で次にですね、サービス事業推進室のことについて、お尋ねをしたいと思います。いきなりで恐縮なんですが、ホームページの行財政局のところのサービス事業推進室のところをクリックしていきますと、事業報告みたいなものが書かれてるんですけどね、これが京都府警と第4回のクリーンアップ作戦をしたということで、2011年のものだけが載ってるんです。で、今2016年ですので、5年前に1回やらはっただけかというふうにこう思えてしまうんですが、そうではないはずなんです。ずっとこのいろいろな自転車のマナーとかですね、啓発それから違法駐車ですか、なんだかんだとやっていただいているはずですが、この点についてはどういうご見解なのか、そしてサービス事業の内容についてもう一度確認をしてお聞かせていただきたいと思います。和田サービス事業推進室長。はい、失礼いたします。サービス事業推進室の業務についてでございます。それとホームページの関係でございます。今ご紹介いただきましたようにサービス事業推進室では、町の美化活動やあと、駐車違反の対策、それから自転車マナーの啓発、あと局薬の支援事業、こうしたさまざまな事業をちょっと展開させていただいております。先ほどご紹介いただきましたホームページにつきましては、クリーン
アップの、2011年の、しか載ってないということでございましたが、それ以外も当然やらせていただいております。それからクリーンアップ作戦につきましても、これ実は毎月現在もやっております。ちょっと本編につきましては、ちょっとこちらの方できちっと検討させていただいて、修正の方を考えさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。岩佐委員。はい、決して嫌味で言ってるわけではありません。暮らしの情報ということですが、2011年で止まってますので、これ見たら何もしてへんのかというふうに思われてもいかんと思いますので、なかなかね大変かもしれませんが、随時更新していただきたいと思うんです。でその中で特に自転車ですね、この今マナー強化していただいていると思います。でこの間もちょっと警察 OB の方々とお話をしたんですが、子どものマナーよりももう大人がもひどい、ということでですね、でただこれきちっとしたこの道交法違反ですが、きちっとこの取り締まることはできないのかと、もっと強化してというふうに申し上げましたが、なかなか免許制でないところがあってですね、注意喚起がどうしても主になってしまうというような言葉もございました。でやはりこのマナーですね、マナーというかルールのもう違反ですから、きっちりとしていただきたいと思うんですけども、この点についてはどうなって いらっしゃるのか、端的に時間がなくて申し訳ない、端的にお答えできたらと思うんですが、年何回ぐらいどういう形でやっておられるか。和田市長。自転車マナーの啓発でございますが、当室で日常的にもやらせていただいております。特に今出川の、近辺、大学等がございまして、かなり自転車の利用が多いということで、こちらを中心にさせていただいております。先ほど先生から言いましたように、大人の方というか特に学生の方、特に入学前後についてはかなりマナーが悪いということを聞いておりますが、だんだん指導をするごとに月々だんだん良くなるというふうな状況は聞いておるところでございます。岩佐委員。はい、ね、しっかりともう言うていくしかないと思いますし、今の現状では注意をしていっていただくしかないと思いますので、ぜひとも引き続き続けていただきたいというふうにお願いをいたしまして、質問終わりたいと思います。ありがとうございます。進行いたします。伊坂委員。ですね、私の質問本来は原子力防災をするつもりだったんですけど、昼からの質疑の中でうちの加藤委員の質問に対する答弁で税務部長が次のようにおっしゃいました。一般財源収入の全般的な落ち込み46億円のうち、全国的消費の低迷が理由だと。でその理由である消費の低迷についてどう分析をしているのかといったときに、分析はしていないと、府からも聞いていないと、自らする気もないと、こういうのをおっしゃったんだけども、これではね、決算審議できませんよ。46億円一般財源が後退して落ち込んでいるから、いろんなことができないと、こういうわけでしょ。いろんなことができないというふうに言ったときに、市民サービスあるいは公共的な施策ができないというふうにね、財務当局言うわけでしょ。だったらその理由をね、きちんと説明しなかったらね、ダメですよ。分析をしなかったら、例えば病気になったときにね、風邪になったとしましょう。風邪が理由ですよ、調子が悪いのに。だけどその理由である風邪の症状はどこから来てるのかっていうのをね、ちゃんと調べて、そしてきちんとした治療処方箋を出すわけでしょ。だから理由があって、分析があって、治療であり診断ができるわけですよ。京都市の財政課と一緒ですよ。だから分析をしていないと、負荷も聞いていないっていうようなね、答弁を平気でするような部長の下で財政問題の議論なんてできないですよ。どういう認識なんですか。古川財務部長。私が申し上げました趣旨は、これは府税交付金でございまして、都道府県税で配分されたものが私ども京都市の方に、これ地方消費税でございますので、人口割なり従業員割という、数値を使って配分されてきているというものでございます。ただこの歳入、歳入の内容の性質上府税交付金でございますので、私ども、この内容についての分析というのは、京都府にお聞きする以外に手法はないということで申し上げたことでございます。で京都府にお聞きいたしましても、日本全国で消費が、
思うように伸びなかったというようなご説明、説明しか私どもも聞けておりませんので、私どもこれ以上分析するつもりがないということじゃなくて、分析するそのツールがないといいますか、手法がないという意味で申し上げた次第でございます。伊坂委員。だけどさっきあなたはね、府から聞いていないって言ったんですよ。府から金降りてくるだけで、そのね、理由については聞いていないとおっしゃったし、で新聞から見聞きしただけなんだと、で市としては分析しないと、こういうふうに言ったんですよ。だけどね、それは確かに不税交付金ですよ、国からの降りてくる地方消費税だから。だけどもそれが減ったことについて、なぜ減ったのかっていうのをね、真剣に考えない限り、ね、言いなりですか、もらうだけですか、なすがままでいいんですか。だったらね、なんでそこが減るんだっていうことをね、真剣に聞いてこそ、その危機感を我々が共有して府なり国なりに持っていくわけでしょ。そこをね、共有せずに、ね、結論だけ言われてもね、二元代表としての議会の議論はできないんじゃないですか。古川部長。ちょっと私 の, 説明が足りなかったところがあります、あったかと思いますが、それについては申し訳なく思っておりますが、私も京都府に聞いてないということではなくて、京都府に対して、決算の内容内訳、この府税交付金の内容について状況を確認して、京都府からは、日本全国の消費の、低迷に落ち込みや伸び悩みによって京都府に対する配分が減ったので、府下の市町村への配分も結果として減ったんだという、説明を聞いたところでございますが、これ以上の説明分析というのも京都府からは、聞いておりませんので、そうした趣旨で申し上げた次第でございます。至らずが、あった点についてはお詫びをいたしますが、私ども決して京都府に何も聞いていないということではないので、そのあたりはご理解を賜りたいと思います。伊坂委員。もうこの程度にしておきますけど、やっぱりね、一般財源の落ち込みっていうのがね、京都市の財政を、ね、考えるときにね、大変大きな深刻な資料、指標なんでしょう。だから財政手引きにもそれがね、書いてあるわけだから、ね、でその原因については、ね、消費の落ち込みがなぜ落ちてるのか、起きてるのかっていうのをね、しっかり分析してこそ、ね、産官含めたオール京都でどう対応していくのかと。いうことが、ね、できるわけですよ。だからそういう議論を、ね、しましょうよ。木で鼻くくったような、ね、答弁されたら、ね、私たちも議論できませんから、それは指摘をしておきます。で本題に入りますが、原発原子力防災のことでお聞きをします。で防災危機管理の対策として、まあ、昨日から今日にかけて自然災害の問題ですよね。でこれは議論をしてきました。で自然災害の場合には被害を最小限に食い止めるために何が必要なのか、何ができるのかっていうのを議論しますよね。だけど原子力防災については、でこれは原発をなくすっていうことが最大の防災だとっていうことを、ね、念頭において、それを前提にしてお聞きしますが、まずねこの問題から入ります。2015年パリ協定が結ばれました。日本も入ってます。でこのパリ協定の、ね、合意と目標はどうだったんですか。これまずお聞かせください。川崎防災危機管理室長。はい、パリ協定についてのご質問でございます。本市では原子力防災に関しては防災危機管理室、それとエネルギー政策については環境政策局というふうにしておりまして、このパリ協定そのもの自体は原子力というよりもエネルギー政策に関するものと考えております。それで詳細な内容等につきましてはまた環境政策局にお尋ねいただきたいと思うんですけれども、このパリ協定でございますが、フランスのパリで開催された COP21、 この場におきまして、それまでの京都議定書、これは人類史上初の地球温暖化対策に関する拘束力を持つ国際的枠組みでございましたが、この京都議定書が大きく飛躍して全世界の人々、これは先進国だけではなくて気候変動枠組み条約に加盟されているすべての国地域が温室効果ガスを削減して化石燃料に依存しない社会を目指す大きな転換点となったものと認識しております。その目的でございますけれども、世界的な平均気温上昇を
産業革命前から2度 C より十分低く保つとともに 1.5 度 C に抑える努力を追求する、今世紀後半に人為的な温室効果ガスの排出と吸収を均衡させることを目指すというものでございます。以上でございます。伊坂委員。そうなんですよね。エネルギー分野から言っても石炭火力に依存しないと、で今世紀の末にはそれをゼロにすると、でゼロにしようと思ったらどうなるかと、世界の流れは、ね、再生可能エネルギーにぐっとシフトを向けてるんですよね。だから2015年のこのパリ協定以降、例えば台湾や韓国は脱原発の政治決定をしたし、日本が原発を輸出相手国にしているベトナムも原子力が高コストだっていうことで計画を白紙に戻しました。でアメリカでは原発子会社の巨額負債によって建設中の原発2基の建設を断念したと。パリ協定を軸にして、ね、今世界の流れはぐーっと変わってるんですよね。原子力に依存しない、そして自然再生、再生可能エネルギー、ここにシフトしていってると。でこういった時にじゃあ日本はどうなってるのかと、でここからが、ね、問題に入るんですけど、日本は今エネルギー基本計画の見直しをやっていますけど、現時点でのエネルギー基本計画は、ね、ベースロード電源、つまり中心電源は原子力だと、これを 20% から 22% にすると、で石炭は 26% にするということで、再生可能エネルギーっていうのはうんと低いんですよ。で世界の流れの中で日本は、ね、こんなに遅れてると。でこういうエネルギー基本計画が目の前にある中 で京都は、ね、福島原発の事故を受けてエネルギー政策として原子力に依存しないエネルギー政策、つまり脱原発っていう立場を持ってるわけですよね。でこの脱原発という立場をエネルギー分野で持っていることに対して原子力防災という、ね、角度で見たときに、この京都市の基本政策と国の今の基本計画、でこれはね非常にね溝が深い、矛盾があると思うんですよ。これについては防災危機管理のセクションとしてどのように見てますか。川崎市長。はい、原子力発電に関します本市の防災の観点からでございますけれども、本市におきましては平成24年3月の原子力発電に依存しないエネルギー政策の転換と再生可能エネルギーの普及拡大に関する市会決議、これをしっかりと受け止めまして、脱原発依存実現の立場を明確にし、国や電力事業者に対しまして原子力発電所のできる限り早期の全廃に向けたエネルギー政策の抜本的転換、それと原子力発電に依存しない持続可能で安心安全な電力供給体制のできる限り早期の構築を強く求めているところでございます。一方国におきましては、先ほど議員からご指摘ございましたように2030年度におきましてもベースロード電源として原子力発電を22から24パーを見ているというところでございますが、本市におきましては引き続きこの脱原できる限り早期の脱原発に向けて強く申し入れてまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。伊坂委員。でそのできる限りの原発の早期全廃と、だから遠い将来とまではまあ言わないけども原発ゼロは目指すと、ゼロの社会を目指すけどそれはできるだけ限り早くという姿勢がまあその基本にあるわけですよね。だけどそれでいいのかと、つまり原子力防災を考えたときに原発事故ですよね、原発事故の可能性が一体どこにあるのかというのを見たときに、もう一回聞きますけど、ベースロード電源 20% から 22%、まあ、24% という数字も出ましたけど、これをやろうと思ったら今の日本の原発行政何をしなければならないですか。
川崎市長。現状のこのエネルギー基本政策、これにつきましては先ほど来出てますように 20% の原子力発電というものが存続残されると、ベース労働電源として残されるということになっております。で現在は一部の原子力発電所を除きまして多くの原子力発電所が運転を停止しているというところでございます。ただ全ての原子力発電所これを再稼働させるということを私どもも任用といいますか容認しているということではございませんで、やはりできる限りといいますか完璧なほぼ完全なまで の世界最高水準と言われます原子力の基準ですね、そういったものそれを完全に満たした上でなおかつさらなる安全対策を取っていっていただきたいと考えているところでございます。以上でございます。伊坂委員。ごめんなさいね、別に容認してるというふうに僕は言ったんじゃないんですよ。 20% から 22% のベースロード電源にしようと思ったら今日本にある原発を全て動かした上で40年超えの老朽原発も全て稼働させないとできないんですよ。これ新規を抜いたらですよ。だけどそういうことを前提にしたエネルギー基本計画、これを前提にして原子力規制委員会は今動いてるわけですよ。だからそういうものに対して我が京都市がね、原発原子力防災を考えるときにそのままいいダクダクと従っていいのかという点なんですよね。でしかも若狭湾の原発、これがね、大井原発でも高浜原発でも京都市に一番近いわけですよね。その若狭湾にある15の原発すべて動いたとき何が起きるかって言ったら、ね、集中立地なんですよ。福島でも第一と第二の関係でもこの集中立地の関係で被害が広がる恐れが出てきたわけですよね。でもし若狭湾でどこかの原発が事故ったときには一気にそれが、ね、全部に広がる危険性があると、そうなったときには今 UPZ32.5km 圏内でというふうに言ってるけどそんな状態ではない、京都市全体が影響来るわけですよ。だけどもその集中立地という危険性に対して原子力規制委員会は新規の原発をこれから作る場合には集中立地は審査の対象になってるけど再稼働の場合には、ね、対象にしないと言ってるんですよね。対象にされないまま集中立地の原発が次々と今やられているように合格だやれ基準 OK だと言われて電力会社が再稼働したときには、ね、大変なことになるんですよ。そのときにその中長期の展望で原発を、ね、動かさないやつ原発だというふうに言ってても非常に、ね、ギャップが出てくるんだけどもそこの認識はありますか。川崎市長。はい、ただいまございましたように若狭湾には多くの原子力発電所が集中してございます。でそれぞれの施設についてこの原子力安全基準規制基準に基づいてこの安全対策が取られているわけでございます。それが同時に被災したその場合にはどうなるのかというご質問だと思いますけれども先般も関西電力の方で訓練されました。これも原子力規制委員会も加わってといいますか視察しての訓練ですけれども現在の大井発電所と高浜発電所こちらが同時に災害を起こした事故を起こしたという前提で現在のこの規制基準を満たすためのいろいろな装備設備人員等が配置されているわけですけれどもそれを活用することによってこの同時に被災した場合であってもこの合併といいますかより大きな災害に被害をもたらさないようにという訓練がされているところでございます。今後もこういった訓練積み重ねていくこととしてまたこの規制基準それ自身もいろいろな社会情勢によって随時見直していくとされていることからも安全性につきましては、まあ、もちろん規制基準満たしているから安全というわけではございませんございませんが私どもはこの規制基準満たすことは一つの条件であるというふうに考えているところでございます。ですからこの訓練も行われておりますように規制委員会の方でも同時の災害の発生と
ということは十分念頭において、この認可等されているものと考えております。以上でございます。言いたいことあったんだけど時間来たんで終わります。はい、進行いたします。宇佐美委員、よろしくお願いします。ちょっと時間が短いのでテンポよくいきたいと思うんですけど、まず一つ目にですね、平成28年度の今回のその決算を踏まえてですね、この歳出に占めるその観光関連の支出がですね、どの程度あったのかなというところをお伺いしたいんですけれども、以前に資料をいただいて、70何億円と、ざっとその他入れたら100億円ぐらいかなということなんですけれども、それでよろしいですかね。有機財政部長。はい、提出させていただいた資料につきましては、新税の検討委員会に提出をさせていただいたものでございます。28年度予算をもとに、関係関連がこれやということではないんですけれども、収穫税を充当するならこういったことが想定されるのではないかというような資料で、73億円だったと思います。宇佐美委員、ありがとうございます。で今回の決算を踏まえてですね、この観光関連のいろんな、こういう例えばこの73億円という数字ありますけれども、これの受益者の分析っていうのはですね、具体的にどのようにお考えかなっていうのを教えてもらいたいんです。というのは、観光関連といってもですね、実際京都市民が享受している部分も、受益している部分もありますし、宿泊の方が受益している部分もあるでしょうし、日帰りの方が受益されている部分もあると思うんですけれども、その辺の割合っていうのはですね、どの程度やというふうにご認識されているでしょうか。有機部長。そういった分析はしておりません。やろうとすればかなりの労力というか物理的に不可能かもしれません。市民の方と観光客の方っていう区分もなかなか難しいでしょうし、日帰りの方、宿泊の方は分かると思いますけれども、どういった便益を受けられているかっていうのを正確に、分析って言いますか、配分をするっていうのは物理的に不可能かなというふうに考えております。宇佐美委員、ありがとうございます。ただ人数は大体把握されているわけで、統計データでも大体観光客は5,600万人で、日帰りが4,000何百万人ぐらいで、宿泊は1500万人ぐらいだと。例えば1人がですね、仮に2泊3日で宿泊されたとして、延べ3日間いると仮定すると、日帰りと宿泊でですね、トントンぐらいの、人数比になるのかなというふうに思うんですけどね。そう思ったら、その荒っぽい計算もされてないんですかね。有機部長。何らかの前提条件を置いて計算することは可能やと思いますけれども、今市民の方にもということになると条件が合ってこないというふうには考えております。宇佐美。では市民の方を除いたところはどんな程度でお考えでしょうか。有機部長。考えているからそういった分析をしておりませんので、お答えはしかねるところでございます。宇佐美。税金を課そうという話をしているときに、受益者がどういう人数かということも把握されずに検討されたということでよろしいですか。これ検討委員会の議事録もずっと読ませてもらって、これ平成28年度の設置されたもんなんで、その観点で質問されてるさせてもらってるんですけれども、いろいろ案として、ご意見としてですね、そういう受益者の観点どうなのかということも話は出てたようですけど、その結論というのは議事録の中から読み取れなかったんですね。最終7回目まで読んでたんですけれども、それは何も議論されなかったということですかね。古川財務部長。まず日帰り客数等の数字でございますが、観光客数平成28年で5522万2000人でございまして、日帰り客はそのうち4100飛び6万9000人、宿泊客は1415万3000人という数字になってございます。宇佐美委員。いや、そういうところから受益者がですね、どの程度その金額に対してですね、その受益者というか、そのどういう比率でですね、その受益を考えるべきかということは、想定はされなかったんですかね、宿泊と日帰りで。古川部長。
はい、新税検討委員会の中で日帰り客も受益を得ているというような議論はありましたが、ただ実際その仮に課税するなり負担を求める場合に日帰り客の方から課税するというのがなかなか課税技術上これは困難じゃないかなというような議論がなされたところでございまして、日帰り客の方も受益を受けておられるということについては、それは事実かと思います。宇佐美委員。要するに73億円の半分やったら30何億円なんですよね。だから46億円という数字と合わないなという単純な質問を今思ってたんですけど、まあそれは中身の話だからベースとしてやっぱりその辺もやっぱりある程度ですね、公平公正の観点からやっぱりこの、審議というかですね検討会の中で議論されるべきだったんじゃないのかなという感想だけ述べておきます。では次に移ります。固定資産税に関してちょっとお伺いしたいんですけれども、まあ、今回決算を見ますとおおむね1000億円やということなんですね。で土地に関してちょっとお伺いしたいんですけれども、京都市の場合、まあ、課税対象となっていない土地っていうのは、まあ、結構面積あるなというというのは、まあ、市民の皆さんご存知のところなんですが、具体的にこの、課税対象となっていない土地の面積、それとその、まあ、所有者の分類別どの程度の、割合で、内訳としてあるのか、ということについての、データを教えてもらいたいんですけど、いかがでしょうか。古川部長。はい、まず非課税対象土地につきましてはデータ管理ではなくて 紙台帳の、ベースで管理しておりまして、この面積が、いくつになるの、いくらになるのかというのは紙ベース管理をしている関係でございまして数字が出せないというようなことが現状でございますが、これはあくまでも推計数値参考数値としてご紹介をさせていただきますが、固定資産の評価の対象の地籍として私どもを、対象にいたしておりますのが327.9kmこれが京都市が固定資産税を課税するにあたりまして評価の対象としている土地の面積でございます。で一方これはベースが違いますので単純に比較はできかねますが、京都市の統計処上地域の総地籍が 827.9kmとなってございますので、これはあくまでも推計でございますが、先ほど言いました評価地籍と今言いました地域の総地籍をの差額 500.0kmまあ推計でございますが、これぐらいが非課税の面積としてあるのではないかなというふうに思いますが、当然登記簿上の面積とかも実際とは違う面積も多々ございますので、これが絶対正しいというものではございませんが参考の一つとしてご紹介させていただきます。宇佐美委員ありがとうございます。その500点、まあ、約500平米ぐらいのところなんですが、この内訳というかですね具体的にはどういったものがこの中に含まれるんでしょうか。古川部長。はい、非課税でございますので一遊地でありますとか、道路それから、神社仏閣また学校をというような、非課税の対象が法で決まっておりますが、そうしたことが、非課税の対象ということになってございます。宇佐美。その中で私有地道路とかについてはおそらく把握されていると思うんですけど、それを抜くとどれぐらいになるんでしょうか。古川部長。はい、一遊地の面積がこれ25年度末でございますが 22.3kmでございます。また道路はこれ京都市の統計書で載っておりますが25年4月時点で道路が 24.6kmという数字になってございますが、実際私ども紙ベース紙台帳ベースで管理しておりまして、ちょっとそれ以上の分析というのはしていないというのが実際でございます。宇佐美委員。これまあ他土地と比較して、この割合ですね、今でいうとまあ300平米ぐらいと、一遊地を除いて450キロ平米ぐらいのこの割合っていうのはですね、他都市と比べるとどういうふうな感じになるんでしょうね。古川部長。申し訳ございません、ちょっと他都市のデータは持ち合わせておりませんので、答弁は差し控えさせていただきます。宇佐美委員ありがとうございます。やっぱりまあ、端的に言うと非課税で固定資産税がなかなか頂戴できない面積がやっぱり京都市多いのかなというところですね。はい、わかりました。で次に移ります。ちょっと話変わりましてですね、市長がですね、まあ、いろんな、報酬以外にも、まあ、手当も当然受け取ってらっしゃると思うんですけれども、例えば地域手当とか受け取ってらっしゃると思うんですが、その辺具体的に大体主なものでどういうふうなものを受け取ってらっしゃるのか、分かれば教えてもらいたいんですけど。浪川人事部長。
市長の給料等についてのお尋ねでございます。市長には給料以外には、地域手当、あと、ボーナスに相当します期末手当、あとは任期ごとに支払われます退職手当以上が支出されているものでございます。宇佐美、ありがとうございます。できたらその手当 の大きなところだけでいくことなんですけど、一覧と金額が分かればいただきたいんですけれども、また後でお測りいただけたらと思います。並川部長。先生方にご報告しております京都市の人事行政白書というのがございまして、そこに今先生ご指摘の点については32ページに記載してございますので、もしそれ以外にご入用な点があったらまたご請求いただければというふうに思います。宇佐美、わかりました。ではもしそれで足りなければその時は改めて個別にということでお願いしたいと思います。それで次にですね、芸大についてはもう各委員からいろいろとご審議がありましたので、我々も非常に関心を持って、特に西京区の今後についてはですね、やはり大きなものが変わるわけですから、しっかりと、ご検討いただきたいと思います。では次に参りましてですね、災害時の避難場所の関係をちょっとお伺いしたいんですけれども、自主防災会さん、が主体となってですね、いろんな避難の計画であるとかマニュアル等々を作っていただいているところなんですけれども、いろいろとお話を聞いてますとですね、その避難場所のですね、確保についてやっぱり学区ごとにですね、そのいろいろと地域ごとにこう偏在しているというか、大きいところを持っていらっしゃるところもあれば小さいところを持っていらっしゃるところもあるなというところが、皆さんある意味不安だなと思われるところあるんですけれども、この辺についての今の京都市としてのご認識はどのような感じになりますでしょうか。川崎市長。はい、指定避難所についてのご質問でございます。本市では平成7年に発生いたしました阪神淡路大震災、それ以降、それまでは主に一律の小中学校避難所として指定していたんですけれども、その阪神淡路大震災以降、この一律の小中学校に加えまして、市内の府立、国立、また民間、私立の学校、その他民間のホールや会館等の施設も対象として、この避難所を拡充してきたところでございまして、この阪神淡路大震災の平成7年度から28年度の29年の4月1日現在で見ますと110施設増えて、現在は428施設となっております。ただ指定避難所の受け入れ可能人数、全体としての可能人数も各区の最大の想定避難者数を満たしていない状況でございます。また各学区によってその施設の有無等にもよりますけれども、偏在があるというのも事実でございます。従いまして、メインとしては公共施設、こういったものを今までから、避難所として指定してきたところでございますが、より一層民間施設についても、の拡充について取り組みを進めてまいりたいと考えております。ただこの民間施設と、民間また公共施設問わずですけれども、一つの学区にいくつもの避難所を指定した場合ですね、その指定するにあたっては当然指定管理者さん、指定管理者といいますか、施設の管理者の方との協議も必要なんですけれども、地元の自主防災会と地域の住民の皆さんが運営設置開設や運営に当たっていただくということから、地域の皆様も含めて協議した上で、決定していきたい、指定してまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。宇佐美、ありがとうございます。それとやっぱり学区ごとに偏在しているというところをですね、実際そのいざという時に、その学区外の避難所にもこう柔軟にこう住民の方が、行けるとか、そことの連絡体制が取れるとか、やっぱその辺行政の方が温度を取ってですね、ある程度のブロックでですね、机上のその演習というかですね、こういう時どこ行ったらええんやとかいうところをですね、学校またいである程度の柔軟性を持ったことも考えていただけたらなと思いますし、その辺もお願いしたいんですけど、いかがでしょうか。川崎市長。はい、ただいま議員ご指摘の通り、一つの学区だけで全て満足できるというような状況ではございませんので、近隣でたくさんの避難所をお持ちの学区もあろうかと思いますし、また被害の状況にもよろうかと思います。
そういったことからの住民任せではなくて行政もきっちりと支援して万一に備えた体制を作ってまいりたいと考えております。以上でございます。進行いたします。江村委員、よろしくお願いします。私からは1点入札業務について伺いたいと思います。京都市ではこの入札執行というのが毎年度大変多くの数執行されているわけですけれども、徐々にですけれどもこの入札に関しても緩和をされてきているというふうには伺っております。ただ例えば物品購入についてなんですけれども、こう履行実績というものが求められるということで、これは10年ほど前に導入されたと伺っているんですけれども、予定価格において100万円以上という以上の場合は履行の実績が必要になると。そしてまた3年以内の間にその履行実績というものがなければ、そもそもその100万円以上の入札案件にはこの挑戦することができないというふうな条件が課せられているというふうに聞きます。でそもそもですね、種目等もいろいろ見ておりますと100万円未満の案件というのが非常に少ない種目もございまして、そういった場合にはその新規参入をすることも非常に困難であるというお話も伺います。で履行実績の枠組みというのがまだまだ前進してきている中でも厳しいのではないかという意見もあるんですけれども、これに対してはどのような見解をお持ちでしょうか。有機財政部長。契約事務に関してでございます。私ども契約事務にあたりましては、できるだけ安く良いものを市内の中小企業でという観点で、契約事務を行っております。そのためには競争性をしっかり確保すること、その一方で、あまり広げすぎましてダンピング競争などでその粗雑履行といったものになってはいけない、質も確保していかなければならない、そういった観点で、今ご紹介いただきました物品契約の競争入札にあたりましては、一定の種目におきまして、粗雑履行といった問題が生じないように、履行実績を求めることを原則といたしております。ただ例えばですけれども複数の参加が見込めないということで、先ほど申し上げたように一定の競争性が確保できない、入札参加が見込めないというような可能性がある場合については、こうした実績要件を付さずに入札を行うなどの工夫を行っているところでございます。今後とも、適正な契約履行の観点、それから競争性、新規参入も含めまして競争性の確保の観点から引き続き検証してまいりたいというふうに考えております。江村委員。はい、これ、入札ですので、もちろん競争性というところが、しっかりと確保できる。で、もちろんその粗雑履行というところはこの入札にとっては非常に気をつけなければいけない部分ですので、こういった一定の条件を課されるというのはもちろん理解はできるんですけれども、ただ今この京都市でこの設定されている予定価格100万円以下には参加申し込みができないという金額設定というのはどうしても今非常に設定金額として本当に今いろいろ入札が執行されている中で100万円以下で種目というところになると非常に狭き門になっているところ、新規参入者というのが入る期間が大幅に狭められているところもありますし、また3年以内というところの縛りも非常に厳しいと思っておりまして、3年以上前にずっと適切な履行実績があるにもかかわらず3年落札というところで入札にずっと挑戦していても落札ということが途切れてしまうと実績が剥奪されてしまうという事態もありますので、今個別にというお話もありましたけれども、その個別にとなるとその入札に挑戦しようという企業が都度都度ずっと確認をするということで個別での緩和という話は入札を希望する業者からは
まあ、非常に分かりにくいというお声も届いております。これあの物品に関わらずですね、こう設計などにおいてもしばしばこう排他的に移るというあの意見も聞いておりますので、この入札というところで、競争入札というところで、中小や零細企業のこう実績作りというところにも今一度この配慮を置いていただいて一層のご考慮いただきたいということを要望しておきます。以上で私の質問を終わります。はい、進行いたします。村山委員。はい、昨日知りきれになってしまったのでその続きからさせていただきたいと思いますけども、あの昨日あの校舎の関係のお話を少しさせていただきました。まあ、あのちょっとなかなか噛み合わないところもあったんですけれども、まあ、あのこれ多分皆さんの口からは言えないでしょうから私の方から申し上げますけれども、結局、まあ、国から来られた官僚っていうのはですね、やっぱりその予算を取っていくために非常に重要なポジションにいらっしゃる方であって、でまたそういう人が後々国に帰られたらまた京都市にとっても非常に重宝するだろうということも想定して、あのこういった待遇をされてるんじゃないかなと私は思いますし、まあ、今回の文化庁の校舎の減免も全く一緒のことだと思いますけれども、私はもうこういう考え方から脱却をするべきであると、これも前から思っております。で国と地方は対等になっていくんだということを言うのであれば、こういうことをやめなきゃいけない。でこの、そのやっぱり官僚の皆さんとうまく付き合っていかなきゃいけないし、そのためにできることを地方でやっといたらいいじゃないかみたいな発想というのはですね、これ昔叩かれた官官接待と基本発想の出方は一緒でございますので、やっぱりそういうことはあの早期に、やめていただきたいということを思うわけであります。それと、その後その先ですけれども、私はそのやっぱり国がやるべきことはもう国がやっていただくと、で地方がやらなきゃいけないことは基礎自治体としての最低限の役割をきちっとまず果たしてもらうということが全てにおいて優先されると、それと合わせてやっぱり次の世代に月を残さない政治をちゃんとやっていくと、これは、同じ重さであると私は思ってます。どうしても市民の、市民サービスをカットするとかいうよりも、それやったら、とりあえず特別の財源対策やっといた方がええやんかという発想に今なってしまってるんじゃないかと私は思っておりまして、そうではなくて、いよいよ財政が厳しい状況でございますから、最低限やらなきゃいけないことの取捨選択をしっかりやっていただきたいと、このように思うわけであります。まあ、そういった中であの国から言われてやってるなという感を受けている事業が、例えばですが、東アジアの文化都市2017という事業があります。でこれ、日中韓の文化大臣の会合で決まって交流事業として都市レベルでやっていきましょうねということでやってるわけですけれども、こんなもんなんで京都市が予算を割いてやらなかったのか私はよくわからない。しかもこれ総予算4億円もかかっておりまして、京都マラソンでもあんだけカンカンガクガク市民の負担をさせてやるべきなのかとかって言って相当議会で揉めた話やのに、そういうことをすっ飛ばしてなんとなく4億円の予算がついてると、で一部は国から負担してもらってますけども、これ国がこうしてやっていこうとやったらもっと国にきちっと予算出してもらって、国がやりたいとやったら京都を舞台にやってもらったらいいけれども、わざわざ京都市の税金を使ってこれを僕は何でやらなきゃいけないのかわからない。そういうことをその皆さんが査定をしなあかん立場で、それ文化市民局からしたらそれやりたいですねって言って上げてくるのかもしれないですけれども、こういう財政状況下の中で皆さんが締めてもらわないと私は締まらないと思う。でそういった国から降りてきている、まあ、文化事業もそうですし、もう一つ、一つ思いますのは、例えば再生可能エネルギーみたいな話なんかも今京都市は COP2000、京都議定書の、議定書の町だからということでいろいろやっておりますけれども、でこんなこともですね、再生可能エネルギーなんていうのは一都市でやっても限界がありまして、やっぱり国としてどうやっていくかということを国にやってもらうべき仕事なんでありまして、あのそれお金があるんだったらやればいいですけれども、財政的にいよいよ行き詰まってきてるんだという皆さん認識のもとでやっておられるんであれば、そういうことはもう国にやっていただいて、あの取捨選択をもっと、皆さんの現局この行財政のところで、絞ってやっていただかないと、私はいかんのじゃないかなと思うんでございますけれども、その辺についてはいかがでしょうか。結城財政部長。はい、国と地方の役割分担につきまして、今例示を挙げて、おっしゃっていただきました。我々もですね、国と地方の役割分担というのはまあ、このままでいいとは思っておりません。これまでから指定都市でも議論をしているところでございまして、地方分権改革の中で、地方がやるべきものは地方がやると、国がやるべきものは国がやるべきで、国がやるべきものについては
あ、すみません、地方がやるべきものについては税源以上で、しっかりと財源措置をしてほしい、まあ、こういった財政的に申し上げますとそういった要望をしております。一方で予算査定で、そういった事業についてきっちり絞っていくべきということでありますけれども、我々はまあそうした観点ではやっているつもりでございますけれども、支持総体として必要という判断もございますので、予算化はされているということでございます。個別の事業につきましてはちょっと答弁は差し控えさせていただきます。村山委員。まあ私はよくわからないですね。こういうものに対して予算を割かざる、それは皆さんからやいのやいの言われて皆さんも苦しいお立場なのよくわかりますけれども、私はもうやっぱり財政のことを一番よく分かっておられて、今の状況が一番良くないということを京都市の中で最も理解を示していただいているのは皆さんだと思っておりますし、やっぱり皆さんがもっと、そこに重きを置いてやっていただかないと、私は財政再建なんていうことは、できないと思いますし、また来年もその先も、特別の財源対策をやることになるんじゃないだろうかと私は思っております。なのでそのお金の使い方の考え方というのはやっぱりもうちょっとしっかりと、持っていただいて、まあ、それは市全体でやらなあかんという判断やったんやと言われたらそれは市長に聞かなしゃあないですけれども、やっぱり国は国に対してももっとしっかりと、言うべきことを言っていただくと、でやっぱりそういうことをしないと、それは意見はしてますと、でこんないろいろ機能も、国に対してもいろいろと物言ってますと言ってますけれども、全然それじゃあ私は伝わらないなというふうに思います。それともう一つはですね、時代の潮流が解決をするものっていうのが私は世の中にいっぱいあると思ってるんです。つまりその私たちが例えば、先ほどの話の続きになりますけど、例えばその燃料電池の車をどんどん今やりましょうということで環境政策局がやってますけれども、こんなもんフランスとかイギリスとかですね、もうガソリン車全廃するんやと、で中国もそんなすんやみたいな話に今なってきてるわけで、別に京都市が水素エネルギーの車一生懸命走らさなくたって、もう時代の潮流が勝手に多分そういう社会の到来を告げてると、それを、わざわざコストをかけて、行政がやるべきなのかと言われると、私はもうこういうのはできる限り政策効果の薄いものはやるべきじゃないし、その一自治体としてやれるものの私は、ものを超えてると思いますので、こういうこともやらなきゃいけない。でもう一つもっと、批判を恐れずに申し上げますと、今日だいぶ議論になっておりましたけど、私は働き方改革なんていうものはやる必要ないと思っておりまして、そのと言いますのも、もちろんブラック企業とか今いろんな問題が出てますが、これ私は労働市場が今変化を遂げている過渡期だと思ってます。で人口がこれからどん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 と減っていって、企業は採用ができなくなってくるのはもう始まってますよね。そうするとだん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 企業というのはその採用するために福利厚生を充実させて、そのブラック企業なんていうのはもう従業員集まらなくなってくるわけですから、当然そういうことをきちっとやらないとその企業が生き残れないと。だから企業はそれに生まれ変わろうと今し始めている過程でございますから、ほっといたって社員が雇えなくなってきて会社が潰れていくようになってくると、こういう問題はおのずとそのいわゆる市場が解決をしていってくれる。多分政府もそれが分かってるから、今のうちに一生懸命働き方改革やっといたら必ず結果が出るんだからやっとけばいいんだということで、私はやってんだと思いますし、そんなものに税金をわざわざ投入してやれなきゃいけないと。当然労働基準監督署とかがしっかり監視をしていただくということは当然大事ですけれども、私は社会の流れ全体に身を委ねられるものについては私はそうするべきだと思っておりますし、まあ、そういうような観点に立ってその財政問題を、もう一度その無駄はだいぶ議論してきましたけど、無駄っていうことだけではなくて、どこに予算を投下していかなきゃいけないということはもう一度、考えていただきたいと思いますが、それについてのご所見をいただきたいと思います。結城部長。私どももですね、社会情勢の変化とか、まあ、時間が解決するというところまでは思ってませんけれども、社会情勢の変化に応じてですね、まあ、予算をつけていく、あるいはつけないといった、まあ、判断といいますか、そういったことはやっていくべきだろうと、まあ、もっと言えば企画立案するときにですね、あるいは事業の全体を 見渡すときに、それぞれの部署でまずそういった観点でチェックをしていくということは必要だと思っております。そういった観点でも取り組んでいきたいというふうに考えております。村山委員。はい、本当にですね、返す返す申し上げますけれども、やっぱり私は特に皆さんより申し訳ありませんが10歳から20歳ぐらい若くございまして、
役所の職員で言いますと多分係長級になっているぐらいの職員の年齢だと思います。だからこういうことを申し上げるのは非常に、生意気で恐縮ですけれども、やっぱりその10年20年先でもまた財政より厳しくなっていくよねっていうのがもう肌感覚で感じるので、やっぱりきちっとやっていっていただきたいなと。でそのしわ寄せを、割り送っていくのはその次の世代の子どもたちがやっぱ割り送るというのはもう目に見えて明らかでございますし、できる限りその今の、我々の世代のこの今執行している人間の責任できちっと自己完結させるようにする。極論言うと私は特別の財源対策をやるぐらいであれば市民サービスをカットしてでも、次に月を残さない政治をやっぱりやるべきだというふうに思っておりますので、それだけ申し上げておきたいというふうに思います。さて、話を少し、変えたいと思いますけれども、今日も少し議論ありましたが、防災対策についてお尋ねをさせていただきたいと思います。今回の、委員会に当たり、委員会進めていただくにあたりまして、ちょっとうちの方から、京都市の、指定避難場所の、受け入れ可能人数と、最大想定避難者数の一覧を少し、出していただきました。これ見て、びっくりしたんですけれども、実は受け入れ可能人数と、最大の想定避難者数が 100% をきちっと超えているところというのは実は東山区だけで、市内全体でいうと、52% しか、避難者数に対して受け入れ可能人員数がないと。で上京区に至っては 36% と非常に低い、状態に、なっているということを改めて見て、これなかなか厳しいなというふうに感じました。ただですね、だからといってじゃあ避難所を増やせんのかというと、まあ、そういう問題でもございませんし、実はこれその京都市だけじゃなくて、まあ、全国各地で発生している問題でありますが、まあ、そんなに詰まることはないんでしょうけれども、いざ花折れ断層がやってきたらこういうことが起こりうるということが如実に現れているんじゃないかなというふうに思っております。で、ここについてでございますけれども、具体的にこういうことが起きたら、どういう対処をするお考えなのか、また、今後これに対してどういう、解決方法を考えておられるのか教えていただけますでしょうか。川崎市長。はい、ただいま議員からございましたように、想定の最大避難者数と受け入れ可能人員、大きなこの格差がございます。でこれにつきましては、先ほども宇佐美議員からの質問の時にも答えましたけれども、より一層 避難所の指定に努めていくということはもとよりでございますが、じゃあ今この足りない状況で起こればどうなるのかということでございます。この指定避難所での受け入れ人数につきましては、基本的に、まあ、学校の場合ですと体育館への受け入れ人数、可能人数を、記載しているところでございます。ただ実際にはこの災害の状況によりまして、体育館だけでは収容しきれない場合も生じてくると思われます。そういった場合にはもう学校の教室と体育館以外の場所、現在避難所として指定している以外の場所、そういったところも広く開放していただいて、そこに避難していただくということになろうかと考えております。以上でございます。村山委員。ありがとうございます。ポイントはそこだとやっぱり思います。教室の開放ができれば多分充足率 100% までいくんじゃないかなと思いますが、問題なのはいざ震災が起きたときに現場がかなり混乱をするということは目に見えているわけでありますね。でその中でやっぱり教室を最悪それはもちろん使うんですけれども、そのお話を聞いておりましたら、やっぱり熊本なんかではその教室の開放はかなりいろいろと問題が発生していると。で出てってくれへん人が発生して、学校が再開できんとかですね、いろんな問題が発生するので非常に神経使ってやらなきゃいけないですよという話だったと聞いてます。だとするとですね、なおさら今の段階から具体的な教室の開放のルールであるとか、その決定権を誰が持っていくのかとか、こういうことをきちっと今決めていただく必要が私はあると思います。でできればですね、それ校長先生はあんまり使いたくないと思うんですね。現場からすると学校再開に支障をきたす可能性があるので、だから例えば区長にいざこの災害が起きた時の教室の開放権限は区長に委譲すると、権限を。で区長の権限で事前に
そのどこまで教室が使えんねんって、当然その例えば理科の準備室とかですね、もう絶対開放できない部屋っていうのもあると思いますね。だからここは開放できない、ここは開放できるっていうのを今の段階から全部整理をしていただいて、災害が起きたら、区長の命令のもとにここは、これ収容できなくなったんで開けますと。でなおかつその収容する人たちもちゃんと初めにやっておかないと、それこそ出てってくれへんとかっていう問題が発生するので、その地元の小学校に通ってる家族を優先的に、例えば、教室に入れますよとかですね、あの乳幼児がやるところを優先的に入れますとかっていうガイドラインをきちっとですね作っておいていただければ、例えば上岡 36% だけど、いざ何かあったらちゃんと 100% きちっとできますと。で、そうすると収容促進図もまだ増えると思いますので、そういう形で、進めていただいて、備えていただきたいなというふうに、思いますので、ぜひ、お願いしたいと思います。その点はどうですかね。川崎市長。ただいまございましたように、実際教室を開放するといいましても、この理科の準備室、さらにあの個人情報がいっぱいあります、職員が使っております部屋、そういったところ、その他どんな場合でもやはり一般の人には入ってもらうないという部分もあろうかと存じます。そういったことについて、防災危機管理室で作成いたしましたこのマニュアルの手引きなんかでは、この施設管理者と地域と協議して、あらかじめそういった体育館以外の場所でも使えるというところを決めておいていただこうということにしております。でもちろんこれも地域任せではなくて、どこまで行政が関与してやっていくのかということにはなりますけれども、後の運営等々を考えますと、やはり、区長といいますか、区ですね、区役所ですね、区役所が関与するにしても、こう一律にこうなんだということではなくて、こういった事例等を紹介しながら、こういった万一の場合に備えた対応を取っていきたいと考えております。以上でございます。村山委員。ありがとうございます。基本ガイドラインはやっぱりこっちで決めた方がいいと思います。でやっぱり地元に任せるとむちゃくちゃになってしまうので、基本はこうですよと。ただその地元である程度それをベースに直していけるようにしといてもらったらいいと思いますし、で早くそれ作っといていただくことがやっぱり大事だと思いますので、ぜひお願いをしたいと思います。それとですね、いざ避難が始まりますと、一番最初に今必要になってくるのはまず水やというふうに言われてますが、その次に必要で取るんだ、入るところの次は出るところやということで、トイレがずっと言われているわけですが、でトイレにつきましても、備蓄状況を、確認させていただきましたが、必要な、トイレに対して、配備されているかどうか各区単位で、確認をいたしましたら 100% を超えているのは、11行政区のうち4つしかございませんで、残りの行政区は全部、被災するとすぐにトイレが足りなくなると。で、トイレの前に行列ができて、トイレした後も汚物が溜まってしまうと、こういう状況が、もうすぐ1日2日で発生するだろうということが、明らかなんであります。ただ京都市全体で言いますと、必要数を大幅に上回る、備蓄をしっかりしていただいていると、これはまあ何より安心でございますし、で実は私今回これを調べにあたって全国の政令指定都市の状況も全部確認をいたしました。全国の政令指定都市を確認しましたが、京都市かなり優秀だと思います。かなりしっかりと配備をしていただいていると思いますし、やっていただいている状況は他都市に比べても、非常に優れた、状況にあると思いますけれども、ただその配備されていただしていただいてないと使い物にならないので、場所の問題といろいろと難しいところはあると思うんですけれども、いつ来るかやってくるか分かりませんから、とにかくですね、早く配備をしていただきたいなと。特に北区、上行、山科、西行あたりは充足率 50% 台でございますので、かなり厳しいことになると思います。で100人に1人を想定しているので、今200人に1人ぐらいしか1機ぐらいしかこのエリアは配備されておりませんので、かなり大混乱をするだろうというふうに思いますので、これいつまでにとか、できれば今年度内には例えば 60% まで持っていくとか 70% まで持っていくとかっていうのをきちっと決めていただいて、きちっとそういう備蓄トイレについても対応をしていただきたいというふうに思います。ちょっとその辺のご所見をいただいて終わりたいと思います。川崎市長。はい、実際に避難者が学校、避難所へ来られたときに一番問題になるのは水、次がトイレ、食料よりもトイレであると言われております。これ熊本地震の時でもやはりトイレが大きな問題になっております。
そういったことから本市では阪神淡路以降トイレの備蓄を始めまして、先生からただいま言っていただきましたように数量としてはかなりの数を備蓄しております。ただ今まで従来からは拠点備蓄倉庫というところにトイレを集積して何かあれば避難所へ持っていくという考えでおりましたけれども、東日本大震災等を踏まえますとそれではとても間に合わない、交通もの、この破壊等もございますので間に合わないので、できる限り避難者の身近な避難所に備蓄していこうということで今この分散備蓄といいますか避難所への備蓄進めているところでございます。でメインとなりますのはやはりこの避難所の数からいきましても一律の小中学校ということになります。これで教育委員会とも連携いたしまして毎年確実に増やしております。この阪神淡路大震災終わりました時点では平成26年度末ではこの分散しておりましたのは52箇所に分散していたんですけれども、昨年度末では149箇所ということで、教育委員会さんも本来の目的である、学校施設ですがその中でスペースがあればなんとか協力をいただいているという状況でございます。で今後もより早くこの備蓄が各避難所に配備できるよう努めてまいります。それと発災直後のトイレでございますけれども、これは避難所運営資機材ということで簡易トイレ、これはすべての避難所に2基ずつ配備してございます。ただこれあくまで簡易の初期の段階ですので、できる限り本当のといいますか仮設トイレ、しっかりした仮設トイレが各避難所に配備できるよう努めてまいります。以上でございます。はい、村山委員ありがとうございます。絶対ねできると思うんですよ。で学校は教育委員会はブツブツ言うと思うんですけど、そんなもんね5期や6期ね小学校や中学校に置くとこないわけないですから、それは邪魔になるとか置きたくないっていうのはあると思いますけど、絶対スペース探したら5期ぐらい置けるとこ絶対あると思いますし、それは子どもたちの命を守るためでもありますから、きちっと理解をしていただいて、もうとにかく置くと決めて置いていただきたいと思います。以上です。終わり。はい、以上で本日の行財政局の審査を終わります。理事者ご苦労様でした。明日5日木曜日は午前10時から市会事務局、総合企画局及び消防局の審査を行いますのでよろしくお願いいたします。本日の分科会はこれをもって散会いたします。委員の皆様ご苦労様でした。